今回はデザインカッツから2021年8月に入手したこのキャンプグランドについて説明をします。前回の動画でこれ、これのフォントについて説明をしました。まあ、ここにファイルタイプとして TTF とか OTF だけしかないんですけれども、実際はボーナスということで、この辺にこういうロゴがありますけれども、これも支給されてます。 で、今回はその説明を行います。で、チャートで説明すると、このように、まあ、フォルダ名としてボーナスとかロゴスっていうのがあるんですけれども、まあ、e、EPS ファイルがあります。で、アフィニティデザイナーで EPS ファイルをインポートするとこういう感じになってて、で、もう即 SVG ファイルとして出力をします。で、ブレンダーで、 えー、このように処理すると、もう黒い部分全部がエラーですね。で、もうエラーになったということで、まあ、このように背景を取って、で、JPEG ファイルとして作り直します。もうこれが JPEG ファイルそのものという感じですね。要は図形に当たるところあるいは文字のところを黒にして背景を白。で、私の場合は PHP で、 jpeg から svg ファイルを自動生成するというものは出来上がっているので、で、それにかけて svg ファイルを出力をします。それで、まあ、ステップ5になるんですけれども、ブレンダーで処理すると、このハサミのところがですね、まだ ng なんですよね。えー、ここハサミ、ここありますよね。これが ng のままなんですけれども、まあ、ブレンダーで見ると、まず、 一番最初、EPS ファイルか SVG ファイルを出力しただけだと、もうこの辺なんてね、何が何だかわかんない状態になってますけれども、あとここですね、ハサミ。これがエラーなんですよね。で、このハサミ以外のところですね、OK になった状態ですけれども、こんな感じですね。 こことか、あとこことかですね。で、このハサミに関しては、ちょっとまだ対応してないんですけれども、まあ、ここだけ別途、大きなサイズ、まあ、私の場合だと 8000×8000 ピクセルで、この図形、ハサミだけでもいいんですけれども、これを取って、で、ちょっといじってみるという感じになると思うんですけれども、 まあ、ノードベースで修正するか、また改めて JPEG ファイルとして処理するかですね。で、OK になれば、あとはここのブレンダーの中で交換するというか、えー、だそれのもう繰り返しですね。ノードベースで変更して OK かどうかを見るか、画像処理で OK かどうか見て、OK であれば、 もまあ、そこで終わりっていうかね。で、あとは、えー、こういうのができれば、まあ、これロゴなので、この文字に関しては別に、今回のこの、えー、フォントを使わなくても、えー、いろんな、えー、デザインの文字列を入れることもできますし、えー、あとはもう自由にできますね。 ということで、今回ちょっとハサミに関してはまだ不完全なところがあるんですけれども、えー、説明は以上になります。前回は、えー、このキャンプグランドボーナス、要はボーナスの部分で、このハサミの部分ですね、これがまあ不完全のまんま、まあ、動画も え、一度作ったんですけれども、その後に、このハサミだけ別途取り上げて、えー、処理しました。こういうですね。で、こんな感じです。これは、これで、ドキュメントセットアップで見ると、この8000ピクセル ×8000 ピクセルに、まあ、コピペをして、で、色がもうこういう状態になってるんで、まあ、これはもう、 すべてを選択して、で、こうやって黒にすれば、ね、簡単にできますので、で、この状態で、このエクスポートで、JPEG ファイルとして出力をします。つまり、この図形が黒、で、背景が白ですね。この状態で、 PHP。私の場合 PHP を使ってるんですけれども JPEG から SVG ファイルを作ります。自動生成で。それで、まあブレンダーにかけるとですね、もうこういう感じで OK になりました。ちょっとこれ今厚みをつけてますけれども。で、あとちょっとこの辺に少しこうやってゴミが残ってて、これはまあ選択する時にこの大きいものだけ、 この今大量になったところだけを選択して、まあ、S の Y これ Y 軸がこの前後方向なんでそれで大きくしてしまったのでこの残骸がこうやって残ったままになってるんですけれどもあとこの枠ですねこの2つの枠もちょっと厚みを、えー、広く取ったというか大きく取ったんですけどまあこういう感じで。 大きな、まあ、サイズに、このハサミのロゴだけ取り入れて、で、JPEG で出力をして、で、SVG ファイルを作りました。で、このように OK にできましたので、まあ、この方法だと、この方法は一番簡単、簡単ですね。こんなに穴がいっぱいあるんで、ノードで、じゃ修正しましょうというと、 これはもう大変です。どこが間違ってるかわかんないからですね。ということで追加としてこのハサミの部分 NG だったんですけれども、まあ、今回改めて検討して OK の状態を作りました。説明は以上になります。